お待たせいたしました。本日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。新快速電車の姫路行きです。大阪駅で乗務員変わりまして、運転手はユーザー、車掌はゆっくり男性が終点姫路までご案内いたします。次は尼崎です。尼崎を出ますと芦屋、三宮、神戸、明石、西明石、加古川、終点の姫路の順に停車いたします。車内のご案内をいたします。この電車は12両編成で、前から1号車、2号車の順で、一番後ろが12号車です。この電車は8号車と9号車の間は車内からの通り抜けはできませんので、ご了承ください。お手洗いは1号車と9号車にございます。次は尼崎です。 JR 西日本から携帯電話をお持ちのお客様にお願いいたします。携帯電話は電源をお切りになるか、マナーモードに設定の上、車内での通話はご遠慮ください。また緑色のカバーをつけた優先座席付近では携帯電話の電源をお切りください。皆様のご協力をお願いいたします。尼崎を出ますと次は芦屋に停まります。
新快速の姫路行きです。発車いたします。ドアが閉まります。扉付近のお客様は、閉まるドアにご注意ください。乗車ありがとうございます。新快速電車の姫路行きです。次は芦屋です。芦屋を出ますと次は三宮に停まります。
手すりやつり革をご利用ください。芦屋から先の各駅へお越しのお客様は隣のホーム3番乗り場に停車しております。通電車のスマ吹きをご利用ください。芦屋を出ますと三宮に停まります。ご注意ください。乗り降りの際、足元にご注意ください。